最高です。スンシンちゃんは2013年に KBS2 で放送された韓国の連続テレビドラマ。歌手、IU のテレビドラマ初主演作である。IU としては2011年に放送された学園ドラマ、ドリームハイでの芸能高校生と役以来のテレビドラマ出演作となった。IU の相手役はミュージカル出身の俳優、チョ・ジョンソクが演じた。 2013年3月9日から同年8月25日まで、毎週土曜と日曜の午後7時55分から、連続ドラマ放送枠 KBS 週末、連続ドラマとして放送された。前後10話。脚本は、チョン・ユギョンが書き、ユン・ソン・シクが演出した。チョン・ユギョンは2000年に放送された連続テレビドラマ、秘密をはじめ、君は、どの星から来たのや、 インスンは綺麗だなどの作品を書いた脚本家で2009年の時点では叙情性,性と純粋さを追求する作家と評されていた。チョン・ユギョンとしては前作2010年放送の結婚してくださいと同じく韓国で最も人気のある連続ドラマ放送枠 KBS 週末連続ドラマの作品執筆となった。 2013年3月9日から同年8月25日まで毎週土曜と日曜の午後7時55分から全50回にわたって放送された。ドラマ前編の動画が KBS の公式ウェブサイトで無料で公開されている。KBS 週末連続ドラマ枠で放送され最高視聴率30.8%を記録した。しかしこの人気放送枠の固定ファンには不満の多い。 作品だった。視聴者が求める刺激にかけ、登場人物間の葛藤や緊張感が弱いとする不満が多かった。反面、優しく穏やかな登場人物が多く視聴者をほっとさせるような点は評価された。主演の IU については、俳優としての将来の可能性を見せたと評された。IU は2013年12月31日に開催された。 KBS 主催の KBS 演技大賞で本作最高です。スンシンちゃんと次の出演作綺麗な男での演技が評価され新人演技賞を受賞した。助演者の中ではチョンウの演技が評価された。チョンウは主人公スンシンの調子へ真に恋する聖火店の主人で前科のある男こそ地抜く役を演じて愛勇と共に KBS 演技対象新人演技賞を受賞した。最高です。孫心ちゃんは、現代を直訳すると、最高だい孫心なのだが、孫心が、朝鮮史上有名な五国の英雄で百本効果にも描かれている、李俊心と同盟であるために、放送開始と共とに、韓国内で論議を呼び、李俊心将軍に対する侮辱を中断せよなどという、抗議があった。 孫心が見上げた、李俊心の増給食中の孫心は就職のための面接を受けるが、これといった学歴も資格もない孫心は面接官たちに相手もされない。孫心は帰りがけの大通りで目に入った五国の英雄、李俊心像を見上げてため息をつく。孫心は家の近くで除隊して帰ってきたチャヌと再会する。孫心はチャヌに淡い恋心を抱いているが、 チャヌは、スンシンの姉の、ユシンを気にしている様子だ。二人の姉、シンと、ユシンは、スンシンと違って、美人で優秀と言われている。スンシンは、アルバイト初日に大女優孫ミリョンの出版記念パーティーで大失敗をする。パーティーに出席している、ミリョンの所属事務所社長のシン、ジュノにぶつかって、ジュノと共に倒れ、ジュノの服に配膳中の食べ物をかけてしまう。 ジュノは以前付き合っていて、今はトップスターになったチェヨナとの再会を台無しにされ、激怒する。スンシンは直ちにクビになる。夫の勤務先の香港に住んでいた上の姉エシンが、幼い娘のウジュを連れて、久しぶりに実家に戻ってくる。夫が韓国勤務になるので一足早く帰国したという。ヘッシン親子を迎えた家族たちは、その日がスンシンの誕生日であることを、 すっかり忘れている。スンシンは通りで芸能事務所社長新寿のを名乗る中年の男にスカウトされていた。スンシンが家族たちの前でスカウトされた話をすると普段穏やかな父が強い調子で芸能界を目指すことに反対する。しかし若い頃女優に憧れていた母は新寿のを名乗る男に会うために黙ってスンシンを連れ出す。 ありがとうございます。